どうもこんにちは、ストーンさん、お疲れ様です。ちょっと私ね、暖房のせいか喉を痛めたようでございまして、聞き苦しいところがあるかもしれませんね。まあ、なるべく迷惑のかからないように喋っていこうかと思います。そして今回はですね、電気代の高騰に対して、まあ、様々いろんな対策を打つんですけども、決定的なものはね、はっきり言ってないんですよね。北海道春作戦っていうのもあるんですけども、安く済むようですけども、北海道ってやっぱり一日中使えるもんでもなくって、半日ぐらいで効果切れるじゃないですか。そうなると数箇所に貼る数百円が結局ね、毎日かかってくるようになりますし、しかもあれって共有ができませんから、じゃあ一家に一台石油ストーブを買いましたって言ってね、家全体を温めるようなストーンさんのような効果が出にくいわけですよ。ですんで、回路をたくさん買うのも結局はコストなんですよね。まあ灯油ってのも最近高いですよね。なんかね、私の感覚だと1000円以下で18リットル買えたような気がするんですけども、ある時から1000円を超えて1500円前後で買ったかなっていう時があると思えば、現在は1800円ぐらいでしょ。やっぱり燃料って全部連動して上がりますから、これはどうしようもないですね。まあ唯一のもうこの燃料高騰対策の突破口っていうのは諦めることなのかなと。燃料代ってそもそも上がり続けるもんじゃないですか。人口が増えて採掘に限度があると、資源に限界があると思えばそういうことですよね。まあ、ですんで、新しいエネルギーっていうふうにいろいろ考えを巡らせるわけですけども、まあ、なかなかね、そうは言っても新しいエネルギーってあって風力発電、太陽光ほとんど機能してないっていうのが現状じゃないですかね。はい。で、今回はですね、トレードについてちょっとね、ストーンさんともお話をしていきたいんですけども、電気代っていうことに関しましては、トレードっていうのは常に電気を消費してます。これは経費が少し上がった程度のことで済むと思いますんで、やっぱり株にしろね、 FX にしろ莫大な経費が上がるってことはないと思うんで、そういう面では小回りが効きやすいのかなと思います。まあトレードに関するパソコンの電気代とかね、それから操作している間の私たちの体感温度の上げ方とかっていうのになりますけども、このようにね、渡り番手を着ながらできるのもこのトレードのいいとこですよね。で、最近ちょっと話が随分変わるようですけども、スシローさんをはじめいろんなね、いわゆるテロ行為っていうのがありますよね。なんかその食器類を他のお客さんが使う可能性があるのに汚してポンと返してみたりとかね、お店側では管理が不可能なぐらいの本当に善意を逆手に取るようなことがよく起きます。もう私もね、店舗をやりながら様々体験したんですけども、店舗のものを取っていく人もいるんですよ。ね、ちょっと小物で、なんていうんですかね、まあ最初はトイレットペーパーから取っていく人もいればね、ちょっとこう芳香剤を盗んでいく人とかね。いや、本当にこれっていうのはお店の人に迷惑をかけちゃいけないなっていうふうな関係性を保っていればいいんですけども、もう二度と店に来るかどうか分かんないみたいな薄い関係の人って結構こういうことをやるんですよ。ですんでね、やっぱり新規の方って結構警戒するんですよ。私たちも泥棒みたいな人が入ってくる例もありますんで、いや本当にここはね、頭を悩ましちゃいますよね。まあでもこうやってリモートでPC で仕事をしていると、トレードにしても他のビジネスにしても、お客様にテロを働かれるみたいなね、飲食店で受けるような迷惑はないわけですよね。まあそれが、まあメリットといえばメリットなのかなと思います。その分だけ本当にリアル店舗されている方のご苦労ってのはね、計り知れないものがありますから、せめて気持ちよく会計を使って、それからあまり店舗を汚さないようにね、お借りするような気持ちで飲食店使っていきたいですよね。反面やっぱり世の中には人の迷惑は何とも思わずに自分が楽しければいいみたいなね、そんな人もいて、それをいわゆる肝試し程度、興味本位、面白さ優先で SNS に撮ってアップする人もいるんですよね。なんか度胸試しなんですかね、これはね。いや、そういう人にはね、本当に厳正に対処していただきたいかなと思います。今回の話の最後になりますけども、飲食店で今回スシローさんをはじめとしてね、なんかそのうどん屋さんとかもう無数にありますけども、その行為っていうのは何に相当するかっていうと、その線路 JR とかありますけども、線路に置き石をしてそれを撮影しているみたいなところになぞらえることができるんじゃないですかね。それこそ大次元に発展しかねないような、一企業を揺るがすような、社会を揺るがすようなね、そんな行為だと思いますんで。で、やっぱり電車も
線路がむき出しになったり、それから踏切とかね、簡単に入れるような今はもう構造ですよ。これはそこまで安全管理するとものすごいねお金がかかっちゃうんで、もう社会の啓蒙活動に任せるしかないですよね。お父さんもお母さんも線路危ないよとか、その近くで遊んじゃいけないよとか、線路の上を歩くんじゃないとかね、踏切の中に入るんじゃないよとか、いろんないろんな警戒をしていって、そしてそれは確かに危ないよねって思うから抑止されてると思うんですよ。でも飲食店についての教育ってのはやっぱりあまりなされてないんじゃないかなと思うんですよね。これね、やっぱり飲食店をやっているお父さんやお母さんがね、子供たちにこんなお客さん迷惑だよねっていうふうに刷り込んでいけば、絶対に他店を使った時でもそのお店に迷惑がかかるようなことはしないと思うんですよ。むしろ同胞意識でね、業種は違うけども飲食店お疲れ様って気持ちで本当に丁寧に使っていくと思うんですよ。だから自分の置かれた環境によって、自分の置かれた環境と似たような人をものすごくね大切にするような気持ちってあると思うんですよね。でそういう意味で言うと、私もね自分の経験からガードマンをやっていたことがあってね、道行くガードマンが寒い中旗を振ってたら、あお疲れ様ですみたいな気持ち本当になりますんでね。それからトレードを今していて、業種は違いども FX と株、株のトレードスクール、こういったものをされてるストーンさんに私もねもういくらでも塩を送りたいなという気持ちで、トライの妖怪いつもありがとうございますオチになりましたかね。まあ、本当にお互い様々で大事にしていきましょうということでございます。それでは2月7日21時からよろしくお願いします。ありがとうございました。